それでは会見を始めたいと思います。コカ・コーラユニフォームスポンサー会見始めさせていただきます。本年度から福岡ソフトバンクホークスは左袖のユニフォームスポンサーにつきましては、コカ・コーラウエスト株式会社様にスポンサー権利を取得いただきましたのでご案内申し上げます。本日の会見ご出席者ご案内申し上げます。コカ・コーラウエスト株式会社取締役常務執行役員 CSB 統括部長であられます岡本茂樹様。こんにちは。ホークスからは長谷川選手、お隣投手です。お願いします。では最初に岡本様よりご挨拶賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきましたコカ・コーラウエストの岡本でございます。この度はコカ・コーラウエスト弊社を福岡ソフトバンクホークスチームスポンサーに選出していただきまして誠にありがとうございます。ホークスファンの皆様並びに球団の皆様そして関係者の皆様深く御礼を申し上げたいと思います。とともにこれからどうぞよろしくお願いいたします。さて弊社なんですが、飲料を通じて価値ある商品サービスを提供することでお客様のハッピーで生き生きとしたライフスタイルに、と持続可能な社会の発展に貢献すると、これを、企業理念にここ福岡に本社を置いて、事業活動を行っております。ソフトバンクホークス様は野球を通じて、地元に大きな感動やハッピーをもたらし、そういった理念で活動されているわけですが、それは弊社の活動理念にも通じることからチームスポンサーとなることを決定させていただきました。私たちがソフトバンクホークス様を応援することによりスポーツや飲料の持つ喜びや勇気感動するシーンがこれからますます生まれてくることを期待いたしております。ホークスを応援するファンの皆様にも球場をはじめあらゆる場面で弊社製品を手に応援をしていただきたいというふうに思っております。さて今シーズンのチームスローガンは昨年を継承し圧を2016というふうに伺いました。本日ご出席いただいております長谷川選手、今季は選手会長としてチームを引っ張っていただき地元福岡が熱くさらに生き生きとハッピーになるよう今シーズンもソフトバンクホークスの圧倒的な強さで3期連続日本一を目指していただきたいというふうに思っております。そして大隣選手、選手会副選手会長としての重責もあるかとは思いますけれども、まずは完全復活を期待しております。順調に回復しているというふうに伺っております。もうすぐキャンプインですが焦らずしっかりと、頑張っていただきたいというふうに思います。地元福岡に大きな感動と勇気とそして大きな経済効果をもたらすために我々もしっかりとチームをサポートさせていただきたいというふうに思っております。本日お集まりいただきました皆様をはじめ地域の皆様にはぜひとも引き続きソフトバンクホークス様そして弊社を応援いただければありがたいと思っております。今後もますます両社で福岡そして九州そして日本中をハッピーにしていくよう努力をしていきます。どうぞご期待くださいませ。本日は誠にありがとうございました。これから一つよろしくお願い申し上げます。岡本様ありがとうございました。それでは長谷川選手からお礼のコメントをお願いいたします。はい、そうですね、やっぱりこうユニフォームに赤のコカ・コーラのロゴが入るとやっぱり映えますね。本当に、コーラのようなスカッとする、試合を、ファンの皆さんに、たくさん見せたいなと思います。そして今年も3連覇して、選手も福岡の皆さんも、ハッピーにできるように、頑張りたいと思います。それでは大隣投手からもお願いいたします。
本当に、今年から、コカ・コーラさんと、まあ、一緒に、まあ、言われた通りハッピーになれるように、僕自身も、精一杯頑張りたいと思いますし、まあ、本当にたくさんいろいろコカ・コーラさんの製品も、ね、飲ませていただいてますし、まあ、長谷も言った通りにね、スカッとしたピッチングができるように、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは質問はテレキューさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、代表で聞かせていただきます。テレキューの結城と言います。よろしくお願いします。まずは長谷川さんにお話を伺いますが、はい、コカ・コーラの製品はよくお飲みにはなられますか？大好きです。ありがとうございます。今シーズンから選手会長としてチームを引っ張るという立場になりますが、どうでしょう、今年1年どういうチームにしていきたいなというような思いというのは。やっぱり3連覇に全て、僕も全力で、そのために頑張りたいと思います。それから先ほどのお話の中で、コーラのようにスカッとした試合をというような話もありましたけども、今年の意気込みぜひお願いします。そうですね、スカッと、ピッチャーの球はスカッとしないようにしっかりと打ち返して、皆さんの気持ちがスカッとするような当たりをたくさん打ちたいなと思います。素晴らしいコメントありがとうございました。そして大隣投手、はい、どうですか、ユニフォームにコカ・コーラというロゴが入りましたけど、ね、やっぱりこう黒にも負けてないですし、まあ、すごく本当に、目立つというか、いい感じになってると思います。先ほどご自身でもお話ありましたけども、よくコカ・コーラ製品はお飲みになられる？そうですね、よく飲みますし、本当に、まあ、大学時代からも、大学時代もっと太ってたんで、その時に僕よく同級生とかね、言われたのがコーラでできた体っていうのは、まあ、冗談マジに本当にずっと言われてて、まあね、最近はね、あまりこうコーラの方はね、あまり飲んでないですけど、まあ、コーヒーだったり、まあ、本当にいろんな、ところで飲ませていただいてます、はい。さあ、大隣投手にとっては、はい、まあ、今シーズンまさに復活の年ということになりますけども、はい、まあ、今シーズンにかける意気込みをぜひお願いします。まあ、本当に、まあ、またこうやってね、副会長にも選んでいただきましたし、まあ、そういう責任もね、自分の中でしっかりと持って、やっていきたいと思いますし、とにかくね、開幕ローテーションにまず入るようにね、コカ・コーラさんの製品も飲みながら、しっかりリフレッシュするときはしながら、精一杯結果出していきたいなと思います。ありがとうございました、はい。最後に岡本常務にもお話を伺います。2連覇という非常に強いチームの、左肩にコカ・コーラという名前がつくことになりましたけれども、その点いかがでしょうか？そうですね、大変光栄に思います。我々もですね、強いソフトバンク、ぜひ応援することでですね、我々の製品もですね、強く羽ばたいていけるようにですね、これは皆さんと共に、ご支援申し上げたいというふうに思っております。よろしくお願いします。長谷川新選手会長からも、まあ、ぜひ3連覇というようなお話ありましたけども、その3連覇を目指すホークス、どういうふうに応援していきますか？そうですね、これはこのロゴもそうですし、我々も社員も含めてですね、ソフトバンクさん勝てるようにですね、まあ、球場にも足を運んでですね、応援をしていけたらというふうに思っております。ありがとうございました。代表は以上です。はい、それではフォトセッションに入りたいと思います。大隣投手、長谷川選手からユニフォームをプレゼントしたいと思いますので、3名様その場にお立ちになってご準備ください。はい、ありがとうございます。続きまして、大谷投手からはホームで
正面。Thank you.